真面目で真剣な選挙だからこそもろに見えてくる人間という愛すべき存在、選挙戦を戦った候補者たちの素顔を重ねてみました。大学時代はボクシング部主将、沿道にはノックアウトされる女性たち。よろしくお願いします。まあ、癒されるなと思います。でも愛犬マメちゃんには勝てません。グータッチ取るの早くなと思ってました。ワンちゃんとグータッチしたの初めてかな。演説で声は枯れても置いてきぼりにしない愛情表現。ハチミツ在住の池田真希。大根ハチミツ、これを毎日飲んでます。喉に優しい特製ドリンクを手放せません。踊っているのか、それとも踊らされているのか。この水色のところのこの一番上の方ですね、ここで。慣れない SNS と格闘しながら道内を回りました。100年記念塔を守ります。守りましょう。守りましょう。この政策一本でおよそ2万5000票を獲得しました。街宣車で乗りつける予定が、街宣車のなんかスピーカーから雑音がこう出るようになっちゃって、街宣車がなくたって想定外のことが起きてもしっかり対応するというのが私の強みだと思ってますので、車のドアが閉まらなくたって焦らない。3期目にはどんな想定外が待ち受けるのか。ありがとうございます。この人にも想定外の事態が。今回誰が出るんだろうねっていうのはね、内心思ってました。まさかそれが自分だなんていうのは。遅すぎた立候補に気持ちが焦るのか、パレードも急ぎ足でした。ピックだ。少人数での選挙戦、誕生日ケーキも自分で準備。いきますよ、消しますよ、はい、では、はい、誕生日おめでとうございます。自分、はい、どうも。すごい賞賛はあるとないです。自分に戻ります。来週からゆっくりします。何はともあれ戦いは終わりました。お疲れ様、自分。